どうも、ヤコモコマチです。戦国姫セブン、ウェスケルート続きを始めていきましょう。ではでは、続きをやっていくんですけども、先を音章渡してこようか。今回ぐらいでさ、相馬と剣心のあの話がちょっと進むんじゃないかなと思ってるんだけど、こんなにもらったら悪くない？どうなんだろうね。ダメ、返さないよ。嬉しい、すっごく嬉しいから。徴兵云々をしたいんですが、こっちじゃないとこでやった方がいいかなとか思ったりしなかったりして、サブローに渡して、おっと、さとみさん2000でマックスだった。んで、ここにいるのは本当に別に、ここちょっと募集した方がいいか。向こうに送る予定があるし、もう終わり次第向こうに行ってもらうからな、ここの子たちは。伊達も別にそろそろ動いてもいいんだけどな、兵力的には。もう全然役に立つだけの兵力は持ってんだけど、まあ、これぐらいでいいか。ちょっとそんなにがっつりしなくてももういい気がしてきたし。さあ、ここからはまたちょっと加速していくかもしれないね。この、こっちの城を落としたいから、真田の3人をこっち側に回そっか。で、西の方面にもう伊達を回そうか。3人で回れば、それなりに戦闘 になるだろう。中国地方にも入ってってもらいたいから、そっちに配備しよっか。と、あと、何気に、ああ、違う、都市じゃない。こっちか。何気にずっとほったらかしにしてた北条氏康と、氏康と、イサニュードたちも連れてきていいかも。サブローとイサニュードたちを一緒にまとめちゃっといて、あ、しまったな。吉光にあそこの内政させないと、もしかしたらそろそろ一向一揆が起きるかもしれない。吉家はもう多分使わない可能性があるんで、この辺でもかけときましょう。一通りこっちでのあれも整理して、軽く生き残ってる人たちの整理をして、で、これで終了でいいかな。多分左側はそんなに触れなくても大丈夫だったはず。あれ？触れないといかんとこあったかな。まあいいか。多分今回で結城さんの城は全部取り終わるね。やっぱこれもらったね、佐々木の城。んで、氏真たちは余裕でしょ。できたら氏真たちが先に入ってくれたら、その後の流れが真田が突っ込むだけで済むから。そしたらこのターンで終わるな。浅井の城、浅井の城。あ、そういえばなんか長宗壁来てるんだったね。どうしよっかな。先にっていうか4人でこっちの城に攻めて、二条城からも下にこっちには降りてきてもらうか。さあ、伊達には上に入ってってもらって、下か。ババトラツナ。なんで勢力圏にさ、勢力に三好家がまだ残ってるのかすごく気になるんだけど、俺。何それ。北秀のこれを上から叩こう。なんでこれ勢力、なんでこれ勢力三好家ってどういうこと？松永家じゃないの？なんだろう、元が三好家だから三好の名前になってんのかな。
よくわかんない。あ、鷹野さんが。鷹野さんが取られた。七味城を落としました。松永はこれでもう終わるな。北秀は。あとは、なんかうろうろしに来てる長宗我部を倒すぐらいか。多分もうじき、イベントの方で、天下統一の話も出だすんじゃないのかな？比叡山、逃げ場はないぜ。オッケーオッケー。岸和田、勝龍寺、あれ岸和田って右側の話じゃないのかな。あれだったらもしかするといい感じに攻め落としたのかな。右側もしかしたら。長政、高虎、山科さん、山科さん、あ、いいね、いい調子だよ。てかすごいね、ユニック武将だけで45人いる。前回もかなり多めだったけど、今回もかなり多いんじゃないかな、これ。あ、いい感じなんじゃね？あー、あ、そっか、そもそも抜けれる道があったのか。ここに。そっか、だったらどっちにしろダメだわ。ダメでしたね。でもこれ佐野家に関しては多分正大名じゃない気がするから、外には出れないだろう。2部隊いれば十分だから、残りの2つは戻ろっか向こうに。あれ俺さ、今さ、なんか動かさなかった部隊がいる気がするんだけど、気のせい？すげえ人数多いな。こういう時にさ、真田純勇士とかがいるからさ、見逃せないんだけどさ。ああ、大丈夫だな。待って、余力たちを動かしてないんじゃないかなと思ったんだよ。互いに思いが通じ合ったものの、俺と謙信様の仲はまだ深まってはいなかった。いや、互い思う気持ちは深まっているとは思うのだが、そうした行為をまだしていないのだ。あれからもう結構時間も経つのにな。俺は悶々とした思いを抱きながら、謙信様とのやりとりを思い返していた。思いが通じ合った日から数日経ったある夜、俺は謙信様の部屋にいた。なんとなくいい雰囲気になり、深い接吻も繰り返し、当然のごとくこのまま奏者行為に及ぶものと思っていたのだが。待ってくれ。いよいよことに及ぶという段階になって、謙信様がそれを止めたのだ。謙信様？当然俺は困惑したし、だとして謙信様の気持ちが変わってしまったのだろうかという不安も抱いた。しかし謙信様が告げてきた理由は意外なものだった。今してしまうと完全に世継ぎのための行為にも燃えてしまって、やだ。私は純粋に思いを深め合う行為としてそうだしたい。ああ、で謙信様のその言葉を俺はすんなりと理解することができた。これまで散々世継ぎのためと言って俺は謙信様にそうした教育を施してきた。だから謙信様にとって俺とする行為もそうした義務の一環と思えてしまうのも仕方がないことなのかもしれない。そう、もう少し待ってほしい。私は世継ぎのことなど気にすることなく相馬と結ばれたいんだ。だから、世継ぎの話をなかったことになるまでちょっと待ってくれと。頭の中から、俺は謙信様の気持ちを理解し、その日は何もせず部屋を後にしたのだった。まあ大変だね。しかし世継ぎのことを全く気にすることなくそういう行為をするとなると、
どうすればいいのか途方に暮れてしまいそうになる。天心様とそうした行為をしようと思えば、世継ぎの問題が出てくるのは当然のことだからだ。となると、俺と剣心様は心が結ばれたというのに、このまま永遠に体は結ばれないなどということにもなりかねない。さすがにそれは俺としても耐えられないと思ったし、剣心様だってきっとそうだろう。なんとかしなくてはならない。このところ俺はその具体的な方策について模索していた。そうだ、世継ぎを探してくればいいのかもしれない。とひらめいたそのことは意外といい方法かもしれないと俺は思った。あ、これでもしかして影勝仲間になる。上杉家の時代を担うにふさわしい人物を俺自身の手で探し出してくればいいのではないか。よし、その方向で行ってみるか。きっと剣心様も賛成してくれるに違いない。もはや上杉家による天下統一は目前まで迫ってきている。だからこそ俺もこうしたことを考える余裕が出てきているのだった。以前は天下統一のことしか考えられなかったのに、最近は剣心様のことばかり考えているな。俺は思わず苦笑いしたが、それは悪い気分ではなかった。剣心様が変わられたように俺自身も変わったということなのだろう。かつては自分の野望のことしか考えられなかったのが、今は上杉家の未来を考えつつ、自分と剣心様の未来についても考え始めている。よし、養子となる人物を探すとするか。こうして俺は上杉家を継ぐにふさわしい人物を養子として迎えるための準備を始めることになったのだった。いやー、仲間が増えてるから、ここのアイキャッチがすんごい多いんだよね。次は誰ですかい？これはまずいな。今日は戦で指揮を取っていたのだが、どうやら味方の配色が濃厚になりつつあった。撤退するしかないか。状況がここまでひどくなってしまえば仕方がない。できる限り被害を少なく撤退する方法を考える必要があるだろう。しかし撤退するといっても厄介だな。ここに敵が待ち構えている可能性もあるし、こちらの道だと下手をすれば。被害の報告を見ながら俺が策を練っていると、突然俺の腕を誰かがガシッと掴んだ。え？ちょっと待った。おう、秀吉じゃん。強い声が響いて驚くと、そこには俺の腕を掴んで見据えてくる秀吉の姿があった。秀吉は俺の顔をじっと見つめ、厳しい表情のまま告げてくる。まさかと思うけど、このまま撤退するつもり？ああ、それを考えていたところだ。撤退指示を出すのはもう少し先になるだろうが、この状況ではおそらく。俺がそう告げると秀吉はぐいっと顔を寄せ、さらに厳しい顔で告げてくる。そうま、もう負けるって思ってない？決めつけてない？秀吉のその言葉に俺は苦笑いするしかなかった。この状況ではさすがに勝つのは難しい。ここまで状況が悪くなってしまえば勝てる要素はほとんどない。軍師の俺としては無理をして勝とうとすることよりも、完全に負ける前に一人でも多くの兵を生かして撤退する方法を考えざるを得ない。本当にそれでいいの？この戦は大事な戦だったんでしょ？確かに大事な戦だ。どうしても勝ちたい戦だったが、負けると分かっている戦にこれ以上の犠牲を費やすのは。言いかけた俺の言葉を遮るように秀吉はさらにグイッとその顔を近づけてくる。違うよ相馬、逆だよ逆。よし、負けると思えば負ける、勝つと思えば勝つ。だから逆になろうとするなら、どんな状況であっても人には勝つって言わなくちゃダメだよ。おお。軍師が間違っても負けるなんて言葉を口にしちゃダメ。秀吉のその強い言葉に俺は目を覚まされた気分だった。確かに俺は弱気になりすぎていた気がする。必ず勝つと決めれば、ひょっとするとまだ活路は見出せるかもしれない。そうだな、確かに秀吉の言う通りだ。そうそう、まだ諦めるのは早いよ。この戦勝てる。でもこの状況を打開するには。さっき戦場を少し見回ってきたけど、まだ勝機は残ってるよ。例えばここ。うむ。敵はこっちに兵を集め出したから、ここが手薄になりかけてる。それからここも。よし、地図を広げ、敵の急所を攻めど、急所や攻めどころを次から次へと上げていく。それはもはや撤退することしか考えていなかった俺には見えていなかったものだ。うん、
これならここをこうしてこの三区線で行けば。あとここも方位が緩んでる。しかもここを抜ければ敵の主力まで最短で行けるから。3時間のやり取りで新たな策が決まった。よし、策はこれで行こう。うん、これなら大丈夫。相馬は理解が早くて助かるよ。先ほどまでは完全に負けることしか考えていなかったが、今はもう勝つ方法しか、勝つ可能性しか考えられなくなってきた。ではすまないが秀吉、列王隊の指揮は頼む。俺はこのまま本隊の指揮を続けるから。了解。よし、戦場でもう一暴れしてくるぞ。秀吉が本陣を飛び出し行ったのを確認し、俺は早速本隊にも指示を出し、新たな策を展開していった。俺と秀吉が分担して指揮し、新たな策を展開したことにより完全に不利だった状況が一気に覆り、戦は見事に勝利することができた。相馬、やったね、勝ったよ。いやー、すごいね。満面笑みを浮かべながら戻ってくる秀吉に俺もうなずいた。ああ、今回の戦に勝ったのは秀吉のおかげだよ、ありがとう。まあ、私のおかげもあるけど、それよりも何よりも柔軟に私の提案に耳を傾けてくれた相馬のおかげでもあるよ。まあ、ね、一番上の言うことしか聞くなぐらいのやつも中にはいるからね。いや、やはりこれは秀吉のおかげだ。秀吉の提案してくれた策があったおかげで勝てたんだ。だから相馬がちゃんと聞いてくれたから。やっぱり秀吉があの時俺に強く言ってくれたからだよ。あれがなかったら。ううん、それでもやっぱり相馬が話を聞いてくれなかったらこんな風には。いや、やっぱり秀吉があって。だから相馬が。互いに変な譲り合いをしているうちになんだかおかしくなってきて、どちらかともなく笑い出した。まあどちらもよく頑張ったということでいいか。そうだね、私も相馬も頑張った、だから勝てた、それでいいか。結局話はそんなところに落ち着いて、俺たちは互いの健闘を称え合ったのだった。秀吉のイベントってこれ2回目 ?3 回目?なんか結構イベントしてる気がするんだけど、秀吉とは。え?ありがとな。ありがとうございます。ゆうきさんって俺初めて仲間にした気がするんだよな、この人。これで見つかるかな。あー、ちょっと待って、控え部署に行けばいいのか。あれ、控え部署に行くとあれなくなるのか。じゃあ中性でひっくり返した方が早いか。どんな人。あー、ほー、確か5にもいたよね、この名前残って。確かこんな感じではなかったはずだけど、なんか佐竹たちみたいな仮面かぶってますけども。他はあんまり気になる子はいない、まあ、いないこともないんだけど、まあ、またそれはその時でいいとして、恩賞を渡したから徴兵をしていくわけなんですが、まあ、ここでちゃさらっとだけ徴兵して、あー、4000か、そんなにはいらないんだよな。とりあえず3500にだけしといてもらって、なんかもうみんな3500近くあるな。あー、じゃあいいや。とりあえずじゃあ水野、あ、じゃなくて直政に4000と安藤さんも4000にしといて、木村を2500にしとくか。よしよし、まあ、こんなもんでいいんじゃないかな。向こうの徴兵はいいや。別にそんなに多分減ってないはずだから。で、楽一楽座をしといて。悪くない結果だと思いますぞ。特にこの辺は必要だと思うから。やれるタイミングにやっとこう。うむ、喜んでもらえると思うぞ。吉光すごいな、意外に高いんだな能力。
控え部署はもう出す必要ないな。さあ、武将移動で、直政たちは、まず左に動かして、北秀がこっちに来ちゃったから、ここをとりあえず閉めとこう。で、長宗我部がなんか位置ずれたな。あ、なんか、俺が攻めてないところまでいっぱいもらってないこれ。なんか本願寺を殲滅した感じか。そうなったか。だったら、いや、まあ、とりあえず、とりあえず、とにもかくにも、あっちの子たちを連れてくるのと、里見も連れてこよう。里見も連れてこよう。忘れてた、こいつ。北条の二人がいるから、北条の二人と動かすっていうのもありだな。いや、とりあえずこっちに回そう。で、三好の二人、伊勢入道たちもそっちに回して、藤安と三郎を動かすでしょ？で、安藤さんと村上さんをこっちに連れてきて、ここかな？まあ、とりあえずここでいいや。で、山形と内藤の二人を、下に回そうか。ここに回して、で、秀吉と光秀をこっちに回して、と、大間と謙信を、まあ、ここにするか。よし、多分これでいけると思うから、これでいこう。で、まずこっち。まずはこの城だね。この城を、まあ、全力で潰しに行って、全力で行って、で、ヨロクと岡さんに、動いてもらうでしょ？ヨロクの兵力もだいぶ減ってきたな。突っ込んでるから。さあ、まずはここの3人が、この辺は空き城ばっか？ああ、いや、空いてない城あるな。あ、ここも空いてないな。ここにこの3人が行こう。で、いいや。ああ、でも、厳しいか。いや、いけるだろう。3人でそっちを攻めて、とりあえず、ここの城を、こっちの中に入ってこう。ガンガン。別所か。まあ、いけるだろう。いけないかもしんないけど、まあ、それはその時だ。信玄、山形、内藤を、まあ、結果的には徳川勢5人がかりで、そっちの城攻め落とす感じだな。んで、あ、終わった？よし、じゃあ終了。いやー、随分派手な、戦闘になりそうだね。自動、福知山は落ちた。あ、よかった。福知山の方が先だったら楽だわ、それ。よしよし。飯盛山城、一丁素壁元地下保留。元地下は前回もう全部見たから、来てもスキップしますね。大火、鷹の山、二人捕虜になったね。久秀も捕虜なんだね、これ。岩成なんたらって人は、なんか前も捕虜にしたような覚えはあるんだけど、
結局最後まで来なかったんだよね。困った話だぜ。あ、ついに東が埋まりましたね。魚住、お、突破したね。突破したけど別所家その家だけだったのか。突破はしたけども、これどうだろうな、どれぐらい兵力減ったかな。突破できて嬉しいのは嬉しいんだけど、もちろん。さあ、すごく派手な戦闘になってきたね。あ、こいつらそっちに動いたんだったら、この城は取らなくていいな。この城だけ取って他行けばいいだけだな。お、いい感じなんではなかろうか。ここどこ？あ、か、あ、貨物か。なんか別の家取れたし、一箇所。時間的に見て今回これで終わりかな。多分ね、イベントが来ると思うんで、そこで止めようかなと思います。次回多分、あれだよね。ほら、来た。お？天下統一のボタンとか押してないんですけど、よくわかんないんですが、次回にしようと思います。うん、そうだね、次回最後になるかもしれないけど、やっていきたいと思います。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。